はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。今回も始まりました、気になる男、第18話ですね。第18話。さて、今回は、特別、速稼塾志向、特別講義を志向するというテーマでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。前回、久保さんの方で気になる男シリーズ、速稼塾志向特別講義を作っていただきました。ありがとうございました。すごくスライドで、せっかくこのように時間をかけていただいたので、作っていただいた特別講義なので、その講義の中というか、学んだことというのを少しアウトプットさせていただく回にしたいなと思いまして、話していきます。まず一つ目ですね。親を真似るなというところを第一発目というか、一番初めに持ってきていただきましたけれども、この親を真似るなっていうキーワードは特に自分に非常に刺さるキーワードで、この親を真似るなっていうのは僕の人生の生涯ですね。生涯克服すべき人生のテーマと言えるほど、その僕が僕であるため、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、僕が僕である、アイデンティティというかですね、人生の戦いの歴史でもありましたというところなんですよね。細かいことはね、あれこれ言ってもしょうがないんですけど、ともかくは、その親にこの押し付けられたことに対して違う生き方をすること、これだけを体と心に刻み込みながら生きてきたような気がいたします。なぜならなんですけども、親の行動を盲目的に真似して生きていれば、必ず破滅的な人生が訪れるということが、ありありとイメージできたところもありますし、僕と似たような同類のものっていうのは、一生苦しんだまま、人生を楽しむこともできずに、苦しみにもがいて、そしてまた皆同様にですね、同じように、次の世代へ、脈々とこの負の連鎖を、繰り返していると。子供がいない場合は、その連鎖を繰り返さなくて、進むのでいいのか悪いのかわからないんですけども、子供、世代が、下の子供がいる場合は、次の世代へ確実に、受け継いで、受け継がれていくという、というところがありまして、自分をごまかしながら、なんとか生きていると、下の世代にこううまく押し付けながら、なんとかね、やっていくみたいな、そんなことをしてるなっていうことが、分かりましたと。それが、僕の中にもこう細胞レベルで刻み込まれた、偏った思い込みだったり、強制的に埋め込まれた認知の歪みですね、歪みに、できるだけ自分で気づいていくと。まずは自分で気づいていこうと。そして気づいたら、その認知に対して強制変更をかけていくと。強制変更をできる限り、今はかけて、いろいろと自分なりにこう試行錯誤をしながら、自分はどういう人間であるべきかと。正しいというわけじゃないですけど、どういう形がシンプルなのか、シンプルというか、素直な形なのかっていうのを、再構築するために、いろいろとこう自問自答、自動しながら、改善と失敗を何度も何度も繰り返しながら、そのサイクルを繰り返しながら、その都度自分に一番合った生き方というのを模索してきた、そんな40年間だったと思います。40年といっても気づいたのが、もう大学過ぎて社会人になって、そこから3年4年とか、なので、やはり、実際は10年ちょっと、12、3年ぐらいですかね。この12、3年をずっとこう変化しながらこうやってきたような気がしておりですね、僕としてはですね、かなりの部分に、手を入れてですね、人並みになるくらいには少しなったんじゃないかなというところがあるんですけど、まだまだね、至らない点がすごくいっぱいあるんですけど、それでもね、多少は人並みに近づいてきたなと思って、少しね、こう年相応にね、少しなってきたのかなとは思ってきたところがあったんですけども、どうやらですね、どうやらこう完全に手つかずで、
まだ構築し直すべき、要は改善すべきところっていうのが一つの分野でね、完全にまだ放置されたままだということに気づいてしまいました。これに対してはですね、表面的なテクニックや方法を学んで実践してみたものの、初めはこううまくいくんですけども、どっかでこうブレーキがかかってしまうと。どっかでブレーキがかかってしまって、やっぱり不安定な状態が依然続いてしまうというところがあって、どうしても何かこう歯車が噛み合わないというか、うまくいきそうなんだけど、こううまくこういかないという、その理由の核心に、最近ようやくですね、一歩こう近づいてきたような気がしてきてですね、そしてですね、これを改善しない限り確実な人生の大いなる損失が待っているということも明白であるということにもまた気づいたと。これね、今まで何を言ってるのかちょっとわかんないかもしれないんですけど、聞いてる方とかは。ただ、その意味でもですね、この講義、この特別講義ですね、速稼塾思考の特別講義、久保さんが前回作ってくれたやつ、作ってくれた講義、これがね、非常にこの気づきが、自分にとってこの気づきが詰まったところがありましたので、このね、講義に対してまた整理しながら見ていきたいと思います。この動画は気になる男シリーズとして、久保さんのチャンネルに頻繁に登場している顔出しをしていない覆面 YouTuber タカが、久保さんの様々な問いかけに答えることで凝り固まったマインドブロックを徐々に破壊していく、その一部始終をスライド動画にしてお届けしております。この動画を見ると、このタカという人間は、そんなに久保さんが気になるような男なのだろうか、その真の謎について確かなヒントが見つかります。よかったらぜひ最後まで見ていってください。では早速見ていきましょう。速稼塾特別講義の第1番ですね。親を真似な、親を真似なというところです。不応相の、ちょっと読めませんでした。すいません。不応の稼ぎに、たどり着きたいなら、親のお金の使い方とお金の稼ぎ方を真似るなというところですよね。もっと言うと、親のお金の使い方と親のお金の稼ぎ方を真似てはいけないよって言っていたと思います。これは僕もですね、2年前までの話なんですけどね。これはその自分に釣り合った、相応の稼ぎと思っていてですね、2年前までは。そこまでその大きな不満っていうのはそもそも感じていなかったというところがありまして、IT エンジニアとして、普通に仕事行き、サラリーマンとしてですね、仕事に現場に行き、仕事があるプロジェクトですね。プロジェクトっていろんな拠点がありますんで、そこに現場に行って仕事をするですね。確かにその、都内でね、こう点々と現場移動するので、今度はここの場所か、今度はここか、つってね、徐々にこう、やっぱ年齢が高くなると、通勤が遠くなったりすると、ちょっと大変だなって思ったり、厳しくなってきたりも感じてきたっていうのも、あるにはあったんですけども、若いうちですね、20代後半から、30代前半ぐらいまでは、本当に、その都内の、自分が福岡出身で、本当、ど田舎と言われるここ、九州のね、本当に福岡の、ど田舎ですね。福岡県って言ったら結構広いんですけど、福岡ではなくて、北九州の方なので、北九州の方で、本当に、ど田舎ですね。本当に、一軒家、普通の一軒家、家の中にこう、カニが出たり、なんかカニが歩いてるとかね、でっかい雲が歩いたりとか、もう本当に、庭に猫は歩いてるし、犬は歩いてるし、なんかタヌキらしきものは出てくるし、なんかね、鳥はいっぱい出てくるしというね、なんかもうわけのわからない、とこに今住んでたような気がするんですけど、それがですね、東京にこう出てきてですね、社会人になって初めてこう東京に出てきたんですけども、その、なんだろう、就職して、福岡、拠点が福岡と東京と、広島と名古屋っていろいろあったんですけど、東京に行きたいっつってね、いうことでこう東京拠点に行かせてもらったんですけど、新人からですね。それでこう都内のいろんな現場にいろいろ配属、現場があるんでね、いろんなとこに行って、本当にこの現場が変わるたびにですね、プロジェクトによってその現場が変わるんで、もうすごいなと、毎回新鮮でですね、これすごい、東京すごい、でも飽きないなと思って、本当にもうね、本当にいろんなとこに転々として、池袋だったり、
まあ、池袋でいうところサンシャインメンシティとかいうところで働いて、60階のビルとかで働いたりして、新宿は新宿でもう本当に人がすごい多い、とこでもう毎日通勤して、すげえな新宿とか思ってる。あとは渋谷ですよね。渋谷、また渋谷、渋谷で本当にこれ待ってでっかいなーって、ちょうどね工事とかしてたんで、本当に渋谷で仕事してるわみたいなね。まあただ現場に行ってるだけなんですけど、まあすごかったりか、あと上野とかですね、まあ上野動物園が近くにあったりしたところでも働いたり、あと恵比寿ですね、これもしかしたら吉谷さんが多分いたのかもしれないですけど、近くにニアミスかもしれないんですけど、まあその恵比寿で働いたり、まあお台場ですよね、まだお台場は観覧車がなかった、観覧車はあったのか、観覧車があったんですけど、ダイバーシティがまだちょうどできてないことでね、本当に人がどん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 集まってくる頃で、毎日毎日この観覧車を見ながらね、こう、帰ったりしてて、なんかみんな遊んでるなと思いながら、自分もこう、観覧車を見ながら仕事してたりとか、あと丸の内ですね、まあ、いわゆるこの、OL ですね。OL はいたんですけど、ちょっとよくわかんなかったっていう、ね。いつも残業遅くまでやってたんで、その、アフターファイブとかいうところに全然繰り出せなかったんで、なんかとりあえず丸の内に行ってるっていうだけだったんですけど、あとは霞が関ですよね、本当に。まあ、皇居の近くで働いてたんですけどね。本当に皇居の近くももう、なんかね、まあ観光客がいっぱいいたなっていう感覚があったりして、これはまあ多分1年サイクルでこうずっと、だいたい1年ごとにこう回ってたんで、本当に初めの10年っていうのは全然飽きなかったですね、本当に。ということで、もう本当にね、いろんな場所でね、お仕事させていただいたので、本当になんか飽きずに、そしてまた現場が変わると新しい仕事というかね、学ぶことがいっぱいあるので、本当にこの仕事っていうのがお金を稼ぎに行くっていうことっていうのは全然あまりほとんど考えたことがなくて、本当 IT エンジニアとして、IT エンジニアとして、まあ、いろんなこう現場で、まあ、多くの経験を積むっていうことをだけしか考えていなかったし、まあ、それが、まあ、生きがいというわけじゃないですけど、まあ、非常に楽しかったっていうところがあったんですよね。まあ、しかしですね、まあ、この会社を辞めることになってですね、からは、まあ、お金と向き合う必要が出てきたと。つまり仕事をする、まあ、自分の中で IT エンジニアで、こう、現場で、いろいろこう、いろんなことを学んだり、スキルを学んだりっていうところだったのが、これはお金を稼ぐことだ。仕事はお金を稼ぐことなんだと。まあ、つまり仕事、まあ、お金っていうね、このお金と仕事がこう密接にこう近づいてきたっていうところがありまして、まあ、ともかくそのお金を稼ぐことっていうのを強く意識しなければいけなくなったっていうのが、このまあ2年前ぐらいからだったんですね。まあ、単純に言うと、まあ、稼がなければ、まあ、生活がもう立ち行かなくなるよというところがあったので、じゃあお金を稼ぐために何をしなければいけないのかということで、本当にお金と真剣に向き合わなければいけなくなった。で、とか本当にこの2年前から変わったところではありまして、ただですね、その現実のところ、お金を稼がなきゃいけないっていうところは直面したんですけど、ただそのお金の使い方だったり、お金の稼ぎ方っていうのはまだまだその何も変わってないとか、まあいわゆる旧世代の考え方のままだったんですよね。その自分の思う通りに人生の時間を、まあ、過ごそうと思えば、まあ、今の旧世代の考え方を破壊して、再構築しなきゃいけないよってね、久保さん言ってたと思うんですけど、まあ、ともかくこの自利品のまま時が過ぎて何も実現せずに、まあ、終わると、ちゃんとしっかりとこの旧世代の考え方っていうのをしっかりリセットして今の考え方にしていかなければこれはまずいなっていうことに気づいたっていうところが本当に最近のところですね。そして、社会保障、退職金などの保険はないというところでですね、まずその会社を辞めて分かったのが、税金だったり保険は自分で払うものなんだと、なんとなくは意識はしてたような気はしてたんですけど、これ実際その会社員時代っていうのは、まあ、何も本当に意識してなかったし、まあ、給料がなんか引かれてるなぁとは思ってて、周りのまあ同僚だったり、上司もね、なんか、ね、給料少ねえよ、つって、少ねえし、引かれもいいし、何なんだよ、ってこう、いろいろみんな言ってるんですけど、もう別にもらえるからいいんじゃないかなって思ってたくらいだったんで、まあ、引かれようが何しようが、まあ、しっかり生活できればよかったな、っていうぐらいしか思ってなかったのに、独断何も考えてなかったんですけど、やっぱりこう、給料がなくなった途端にですね、この税金だったら給料がね、ものすごく重くなしかかってくると、まあ、その他もろもろもあると思うんですけど、
まあ、住民税とか国民健康保険とか国民年金とか、もう本当に、まあ、特にね、家族を持っていると、なんかよくわかんないですけど、どんどんこう引かれていくと、そして当然ね、退職金もないと。そう考えていきますとね、もう単純にこの収入の、まあ、半分以上がなんか税金とか保険やら、何やらかんらに引かれているんじゃないかなと。この前のお話でも、久保さんが言ってたのが、ね、100万稼げば楽になるかっていうと、そういうわけじゃないし、300万稼げば楽になるかとか、そういうところじゃなくても、稼げばほどやっぱり税金だったり何だったり引かれていくんで、まあ、いつまで経ってもあまり楽にならないよみたいな話もしてたかなと思うんで、まずはですね、まずはその月収100万っていうのをゴールじゃなくて、維持していかなきゃいけないよと。まずここがスタートラインなんだよみたいなことを話していただいたかなと思って、でもその100万をたとえ維持していたとしても、でもその稼ぎで今度は70代半ばまでずっとやり続けなきゃいけないと、これ正直無理だろうってなると、やっぱね、それもこう難しいっていうんであれば、もうね、これは早稼ぎですね、早稼ぎ。早めにこう2億とか3億とか稼いで、楽にならないと、これはきついんじゃないのみたいな、ああいうお話は、これが前回ではなくて、今回の講義の中で入っていたかなと思ってて、そうなるんであれば、これやっぱり雇われて確実ね、給料が入ってくるサラリーマンが、まあ、賢明なんじゃないのっていうところは、確かになるほどなということで、だからこのやっぱ、早めに稼いで楽にならなきゃいけないっていう思考を入れないと、こっち、やっぱり給料が入ってくるサラリーマンが賢明なんだなっていうところが、まあ、ある。ここをどう考えるかっていうところなんじゃないかなと思うんですね。はい。ということで次ですね。次。我々が選んだ道はテクノロジーも時代も生き方が違うと。この話ですよね。時代が恐るべきスピードで進んでいると。まあ僕の父親、母親が働いていた時代は経済成長、高度ですね。高度か。高度経済成長期で、もうどんどんね、まあどんどんってわけじゃないですけど、会社に入って、安定した老後を送る、そして定年退職、安泰人生。自分の父親もそうでしたね。本当に不器用でしたけど、不器用だったって自分でも言ったんですけど、本当にしっかりと会社で、頑張って、毎日毎日頑張って、そして、しっかりと毎月給料をもらって、そして、まあ、定年退職、無事に勤め上げて、まあ、老後を送ると。まあ、うちの父はもう亡くなってしまったんですけど、本当に定年退職で、まあ、安泰した人生を、の地を行った人間だったかなと思うんですけどね。本当に。はい、本当に、まあ、綺麗に終わったというわけじゃないですけど、本当に、モデル通りの人生を行ったかなと思うんですけど、しかし今はその価値観っていうのが完全に今崩壊してしまって、経済が縮小する時代というのは久保さん言っていただきましたよね。今は、そして今ですね、もう誰もがインターネットに接続する小さな小型なね、媒体を持ち、そして時代に合わせてお金の使い方、稼ぎ方を個人で考えなければいけないと。おのおのが生き残る道を時代に合わせて選択し、対応しなければいけない時代に突入してしまったと。僕たちが生きる時代っていうのは、親世代とは全く違う時代に入ってしまったんだと。もう全然違うんだよと。だから、定年退職、老後安泰っていうね、時代はあったんですけれども、それはね、もう旧世代の時代であり、親とは違う選択肢を選択しなければ、今の時代を生き抜けない状態に、時代になってしまったと。だから、その親世代の時代はね、その生き方で、まあ、良かったので、まあ、単純に、これっていうのは時代の変化がもう起きてしまったので、親は親でその時代を一生懸命生き抜いたんだということで、別にそこが親が悪いとかいいとか、そういう問題ではなくて、単純に時代の変化なんだよっていうことを伝えてくれたんじゃないのかな、講義の中で伝えてくれてたんじゃないかなとは思います。そして、そこで、その親に、信頼と敬意、礼節は持ち続けろというところで、この一番最初に言ってた、この講義の一番のテーマは、親を真似るな、なんですけど、これを親に反抗するとか、親を否定しろとか、そういうことじゃないんだよと。要は時代が変わってしまったんで、時代に合わせた時代の生き方。それを個人が選択する必要があるんだよと。親にはね、だからこそ信頼と敬意。これ違うぞ。信頼と、すいません、これなんか違う。親
経緯だけ、経緯違いです。すみません。なんで経緯ってなんだろうと思って、すみませんね。経緯、親と信頼と経緯ですね、経緯。はい。礼節はしっかりとこう見続けなきゃいけないと。その親の考えが間違ってるではなくて、その時代に合った考え方なので、もちろんね、今の、その時の時代を、今の時代でもね、こう、強制的に考えを押し付けられるかもしれないし、どうしたってそこは相容れない平行線の話し合いになるかもしれないんですけど、まあ、これはもうある意味仕方ない部分でもあるのかなと思って、それはその今の時代に生きるものがしっかり理解して選択していかなければいけないと。たとえその親がね、このやり方でいいんだよと、このやり方が絶対合ってるんだよと言い切ったとしても、自分がしっかりその時代の波っていうのを理解して見極めて、自分で選択していかなければいけないと。なぜなら、僕たちは時代の変化に適応し生き抜く必要があるからだということなのかなと。まあ、願わくばですね、願わくば親とね、親世代と自分の時代がですね、考え方が一緒だったら価値観はね、共有できて、もしかしたら幸せな生き方、幸せなね、考え方をできたかもしれない、いいかもしれないんですけど、残念ながら、まあ、時代は変わっていくと。これは今までの歴史が、まあ、そう証明しているので、もちろんその話し合って、うまくいく場合もあると思うんですね。今の時代はこうなんだよと。お父さんたち、お母さんたちの時代はこうだったかもしれないけど、まあ、今の時代はこうなんだよと、こうやってこううまくね、対話、話し合いというのがうまく成立するのであれば、うまくいくのかもしれないんですけど、成立しないという場合も当然発生するので、そういう場合はもうそこは割り切りが必要なのかなと。自分で選択するっていう強さも必要なんじゃないかなと、こうすごく思った次第で、あります。はい。ということですね。次ですね。この収支のバランスのお話ですね。講義の方です。緊縮経済性型は成長がないというね、ずっと、まあ、難しいというわけじゃないですけどね、少し、政治というか、そっちの話も絡めてくれたんじゃないかなと思うんですけど、自分の方はですね、この可能性とリスクを最大限に受け入れるっていうところを焦点にちょっと、まあ、理解すごくできたかなと思ってて、この可能性が100あり、100あると、可能性が100あると、可能性が100あるんだよと、でもリスクも100あるんだよと、さあどっちを取るんだっていうところですよね。この例えばこの上の崖の上にいるんであれば、かなりその先の未来は明るいんだが、このね、リスクというのも当然存在する。さあどっちを選ぶかっていうところだと思うんですけど、このリスクの100を恐れて、リスクの100を恐れて、リスクの100、この落ちそうなリスクの100を恐れて、可能性の、この可能性の上、まあ上が仮に自分の行きたいところ、自分がね、望むところであったならば、ここを捨てるのかというね。それとも可能性の100を求めて、100のリスクを全身で受け入れる覚悟をするのかと。可能性の100ですね。可能性の100を求めて、100のリスクを全身で受け入れる覚悟をするのか。こうなった状況も理解して、しっかりといけるのかと。もう覚悟で、要は覚悟ですね。要は覚悟。そういう覚悟があるかっていうところのお話を講義でしていただきました。まあ、これによって、そのお金の稼ぎ方、使い方が全く変わるんだよっていうところをお話ししていただいたかなと思ってて、で、そしてその後にこの積極財政で思考しましょうという話をしていただいたかなと。自分はこの積極財政っていうところを重点的に少し、またここから話していくんですけども、これですね、なぜ35年長期ローンを組んで家を買うのかっていう話でしたよね。これね、自分は全然理解できなくて、本当にみんななんでこんな危険なことばっかりしてるんだろうっていうのが、もうでもとてもじゃないけど、収支のバランスは取れてないと。これ本当に自分もこれ考えてて、何が起きてるんだろうって思ってて、まあ、うちの今住んでるの東京で、大体近くの土地、まあ戸建てですね。戸建てが大体1億円ぐらいみんなするんですけど、なんか畑を潰して1億円の家が何個かポン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 ってこう売り出されてたんで、まあ、それがまたみんな入ってるんですけど、どこのかしこもですね、その家っていうのは車が1台あって、まあ、なんだ、車が1台ある、車が1台置いててですね、まあ普通にその家族は住んでるんですけど、まあ昼間、まあ子供とかはその、
娘を、なんだろう、習い事とか送り迎えしてる、したり、お昼にこう自転車で送ったりするんですけど、ずっともぬけの殻なんですよね。本当に家にいないと、人が。これ多分確か1億円ぐらいしたはずなんですけど、これ誰も家に住んでないなぁと思う。いつも結構送り迎えて昼間に頻繁するんですけど、いつ見てもこうガラーンとしてるんですよね。本当に。本当に誰もいないと、これどうなってんだろうなぁと思ってて、お母さんもお父さんも子供がいる気配がないと。これせっかくこんなね、1億円とか高いお金を払ってみんな家を買ってるのに、なんでこんなもぬけの殻をみんな買ったんだろうって、ずっと自分疑問で、その答えが、出せなかったんですよね。月給30万、年収400万、例えばですね、の人が35年ローン3000万。今ちょっと1億円の話をしましたけども、ともかくそのローンで、家を買ってるとは思うんですね。1億円ポンって出すのかもしれないんですけど、ちょっとわかんないですけど。で、明らかに自分の中でこの収支のバランスっていうのは破綻してるんで、一体、これ何が起きてるんだろうっていうのがもうずっと疑問で、今も疑問だったんですけど、今回の講義を聞いて、やっとこう、腑に落ちたというか、理解したというわけじゃないんですけど、その人が暮らすための落ち着いた居住地、生活の安心感っていうのを、引き換えに、要は積極的なリスクを取っているんだという考え方をすれば、確かに腑に落ちるなと。ああ、そういうことなのかと。安心をこう、買ったのかと。ローンで、35年ローンで。ということなのかって考えると、ああ、なるほどなと。なるほど、確かに家の中がもぬけの殻でも、そうだとしても、その夜、例えば夜はしっかりと家の中でね、幸せな時間を過ごせると。たとえそれが、ね、長い時間ではなくたとしてもっていうところを考えると、ああ、これは積極的にリスクを取ってるんだなというところが、少し理解できたかなとは思ってて、あくまでこの自分の暮らしを守るための積極財政という伝え方を大久保さんはしてくれたかなとは思っていて、そこでこの自分は生涯でいくら必要なのかというところですね。借金してしまえば、もうローン組んでしまえば、もうそこの、金額は完全にバシッと決まっちゃうんで、もうそういうことを考えていくこともなく、その毎月の返済について返済していくっていうだけ、なので、そこはしっかり決まると、ある意味それもすごくわかりやすいところなのかなと。もう毎月の返済が決まっていると、今の現状では、今の能力では足りないと、今のスキルでは絶対無理だと。であれば、この自分の能力を上げて、そのリスクに対して対処する必要があるんじゃないかというところで、しっかり自分の能力を上げることによって、今の安心を守りながら、そして、財政を何とかしていくっていうところを、少し理解できたのかなと思います。そして3番ですね。人材には最大限投資せよというところなんですけど、ビジネスも人なり、顧客も人なりと、人のつながりには最大限の必要を持って臨みましょうっていうところですね。ビジネスは人で成り立っていると。どこまで行っても人の欲求に応えることがビジネスですよって。そしてお客様も人であり、我も人であり、人からいろいろ教わると。で、結局どこまで行っても360人しかいないっていうことを言ってくれたんですけど、ここは本当に吉谷さんも、毎回同じことを言ってて、情報をネットに、YouTube であれば視聴者がいるんですけど、誰が見るんですかと、誰が見るんですかっていうことを本当に口酸っぱく言われてて、自分が見るんですかと。自分が見るの違うでしょう。視聴者が見るんでしょうと。商品を売るときでも、誰がその商品を買うんですかと。人でしょうと。そういうことを何度も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 、もう言っていただいたかなと思ってて、本当に人なんだと。人な、自分じゃないんだよと。自分じゃないんだよ、自分じゃないんだよ、自分じゃないんだよっていうね、ことをひたすらこう言って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 、何度もこう言って、もらったかなとは思うんで、本当にこれ、ここもすごく感じるというか、人しかいないと。人しかいないんだと。人だけだというところで、本当にここはすごく身に染みる言葉だったかなとは思ってて。そしてこのお金をくれない人にどこまで一生懸命働けますかっていうところですね。ちょっとここは少し話題が次に進んでいるとは思うんですけど、その人はお金を払って信頼するから、そこに信用が生まれるということですよね。確かにその人間関係っていうのは、口約束だけじゃちょっと確かに弱いと。そのお金を払わなければいつまでこの関係が続くのかという不安。これ確かにあって、自分は
確かにこれはすごくあるなと思ってて、吉永さんがコンサルしてる場合はね、もうコンサル代金を支払っていることによって、まあ絶対的な、まあ、信頼というか、まあ払ってるんで、じゃあちゃんとやるっていう、まあやり続けるっていうだけで、塾生さんからも自分はお金をもらってるんで、じゃあ塾生さんからしっかりお金もらってるんで、しっかりそのサポートをするっていう単純なもそれだけなので、まあ、すごく分かりやすい。非常にお金というのがお金を返しているので、非常に分かりやすいなっていうところはあって、で、そこでさらに踏み込んだお話ですね。お金を払わなければその時は得した気分になる。本当にそうかなと思って、確かに得したなと、ラッキーだなと。これはずっとその自分が思ってたところですね。確かにラッキー、まあ、得してるような気がするんですけど、本当にこのままでいいのかなっていう、本当にこのままでいいのかなっていう、なんでしょう。ここですよね。いつまでこの関係が続くのか不安。いつまでこの関係が続くのか不安。っていうところが、ああ、やっぱり、あって、ここですね。いつまでこの関係が続くのか不安と、いつまでなんだろうと、いつまで大丈夫なのかっていう、この不安がずっと拭えずに、まあ、いるんですけど、まあ、まあ、お金を払ってしまえば、言うたら、お金を払ってしまえば、もう決まっちゃうので、あ、お金を返して、ここで、こういう契約だよっていうのがしっかり決まるんで、すごく気持ち的には楽というか、まあ変な言い方、割り切った関係っていうところも言えるかもしれないし、まあすごくその気持ち的に整理がつきやすいっていうのがすごくあるかなと思って、だからそのお金を払わないっていうのは、やっぱりその時は得したかもしれないけど、まあ、結局貧乏くじを引くというか、結局なんか自分の気持ちが揺らいでしまって、なんかぐちゃぐちゃになってしまうような気がするっていうところで、この第一歩、その貧乏くじを引く第一歩になるというところで、この人と人のつながりを最大限の質を持って臨めというところは本当にすごくわかるし、すごくなんか感じ、これは自分が感じますね。人にお金を払って、たことによるところもありまして、自分がお金を払ってもらうこと、両双方の経験があるからこそ、すごくやっぱり感じるものがありますね。そしてこの人からお金をいただいたら、やっぱりですね、責任はやっぱどうしても感じるんですよね。こうやらなきゃいかんなと。つまりそのもらった分はしっかりやっぱ仕事しなきゃいけないねっていう気持ちが、やっぱりフットかスイッチが入るんですよね。やっぱり、あ、やんなきゃいけないと。これはなんかもらってないとなんか別になんかいいやっていうか、まあ適当っていうわけじゃないですけど、なんかこう、まあ、気持ちが乗らないと。まあ、やるんですけど、まあ、全然違うかなと思ってて、だからこそこの、よし、やるかっていう気持ちになったりするんじゃないかなとは思っていて、このお金とお金による、結びつきっていうのは、やはり、このより強固、まあ、前は、お金で、なんか結ばれる関係なんてなんだかなとは思ったんですけど、この人間関係をしっかりと良好に保つっていうのは、やっぱりこのお金を、というのは非常になんか大事というか、非常にいいものだなとは思ったり、すごく、してるので、なんか最近は本当にこれはね、だから昔は多分お金で払ってそういう契約関係というのは結んだことなかったんで、なんなんだみたいなことを思ったんですけど、やっぱりこう実際やるようになって、しっかりやっぱり割り切るというか、わかりやすい、非常にわかりやすいから、これいいんじゃないっては思ったりも最近しだしましたね。そしてこういう人材は最大限投資しよう、しろの、あせようのお話でしたね。高い商品には高いモラルが集まると、安い商品には安いモラルが集まるってこと。やっぱ安いとどうしても、まあ、100均とか分かりやすいかなとは思ってて、100均だからこそ、なんかまあいいやって思ったりもするんですけど、まあ、高い商品、まあ、あんまり自分高い商品とか持ってないんですけど、まあ、高い商品、高い価格がついてるならば、やっぱり、なんかこう適当に扱うんじゃなくて、こう優しく扱うというか、しっかりと扱うなっていうところは少しあって、やっぱりこの高い商品っていうのはすごくいいもんだなと。自分の商品をもし作っていて、まあ自信と責任が持てるなら、価格は高く設定して自らの能力を最大限に売りましょうっていうことも講義で伝えてくれたかなと思って、自分が作った商品だからこそ自信を持って、まあ堂々と値札を付けて勝負しなさいよっていう鼓舞も含めていたのかなと思ったりもいたしました。さあ、そして4番ですね。コンサルとは仕入れだというね、新しい価値観を入れてくれたんじゃないかなと。新しい価値観も、これは速稼塾思考ということなので、まあ、そういう考え方をしてるんだよっていうことを講義にしていただいたんじゃないかなと思うんですけども、コンサルとは師匠の思考を雇うという考え方だということをお伝えしていただいたかなと。まあ、弟子として、まあ、コンサルを受けた方、あれ？コンサルを受けた方、違うな、コンサルをされる方か、される方っていうのは、まあ、弟子としてだけではなく、お金を払って師匠を雇っている雇用主なんだっていう考え方もできるよと。
雇ってるんだと、師匠を雇ってるんだと、金で師匠を雇ったってね、そういう考え方でもいいんだよと、簡単に言うと。で、賃金をね、賃金を払ってるんだと、師匠に金を払ってですね、知恵という資産を雇ってるんだ、知恵という資産を雇って、それを最大限に使う。だから、知恵という資産を、こう、最大限にこなすために、人を、師匠を雇ってるんだっていう考え方をできるんだよと。だからこそ、そのね、コンサルを受けてくれた師匠に対してはもうどんどんぶつかっていけと、困ったことがあればどんどん、ぶつけることが、そしてこれが恩返しになるんだよとも言っていただきましたよね。たくさん挑戦して、たくさん失敗することが恩返しになると、だからどんどんぶつかっていけと言ったんですけど、じゃあここで、久保さんからのお題が出てきたかなと思います。なぜ恩返しになるんですかと、どういうところが恩返しになるんでしょうか、ちょっと考えてみてくださいというところがあったので、ここからはちょっと自分のお話をさせていただこうかなとは思うんですけども、師匠にとって、弟子の声はこのリアルタイムで、まあ、感じれるものなんじゃないかなとは思います。現在の状況、まあ、弟子というものが今まさに、リアルタイムで一生懸命頑張っていると、まあ、その状況を聞けるっていうのは現場レベルで、今の状況っていうことを知ることができるし、まあ、人はなぜ同じように失敗するのか、まあ、うまくいかないからコンサルを受け始めたと思うんで、なぜ同じように失敗するのかと、その知る、まあ、機会になると思っておりまして、弟子の声を師匠が聞き続けることによって初めてね、物事をより深く理解できることもあるんじゃないかと、もともと分かってたし、それはもう分かってると分かってたんだけど、何度も何度もこう弟子の声をしっかり肉声を聞くことによって、ああそうなのかと、そうなのかっていうのがよりこう、まあ、深く分かることができることもあるんじゃないかなと。特にこれは僕の場合なんですけども、まあ、塾を今年の2月ですね、開講することになって、この本当にこのいろんなことを塾生さんから学ぶことができたんですね。まあ、当然その失敗する例だったり、まあ、これうまくいった例だったりね、まあ、いろんな例というかお話を聞かせていただいたんですけど、塾生さんから、まあ、それを目の前で、まあ、現実をこの目の当たりにしてるからこそなんですね。本当に事件がそのまさに今目の前で現場でね、こう発生しているからこそですね、本当に今その目の前で起こってるんで、ああこうやったら失敗するんだなとか、あこうやればこういうやり方すればうまくいくのかっていうところ、失敗したところはその自分がね、反面教師だ、これやっちゃいかんなっていうところをしっかりと肝に銘じますし、塾生さんがこううまくいってんなら、あ、これいいわと、これ取り入れようっつってね、自分もどんどん取り入れたりして、この失敗をたくさん見れば見るほど、この自分がその体験していないのに、こうまるで自分がね、失敗したかのようなその痛みを感じることができたんですよね。だからこそ、ものすごく自分は勉強になったし、まあ、それで気を引き締めたし、あ、ほら、こうなると失敗するんだと。これ油断してるとまずいなとか。あとはこの自分になかった思考ですよね。今までその自分一人でこうやってきたところが、他のいろんな方がこうね、いろんな熟成の考え方だったりやり方をこう見ることによって、あ、こうすればいいのか、こうしたら失敗するのかとか、いろんなこう思考がね、強化されていくっていうのを自分はすごくね、感じましたね。そしてその塾生さんそれぞれなんですけど、まあ、その行動量の基準だったり、まあ、思考の深さだったり、本当人それぞれなので、こういうところっていうのは自分一人では到底その到達できなかったところだったんですよね。だからこそこの塾生さんからたくさん学ぶこともできたっていうのはすごくこの大きい、半年間ですね。だから今年の2月に開講して3、4、5、6、7、8、今9月かな、9月、そうですね、半年間だったんですけど、ものすごくこう勉強、濃い半年間だったなぁとはすごく思ってますね。あ、こんなに塾をね、こう運営するっていうのは勉強になるのかとか、まあもちろんね、いろんなこともありますけど、まあ、それでも本当にこんな濃密な時間が過ごせるのかとは本当に思いましたね。そしてまあ少しちょっと未来の話になってくるんですけど、まあ、来月末に塾を販売することになるんですけれども、まあ少なからずこれでまた塾生さんは、ね、入ってくるんじゃないかと、まあ思ってるし、まあそう願ってはいるんですね。で、まあ、その時に、そのやっぱり、初めてのは自分が当然教える側なので、まあ、スライド動画のやり方だったりね、そういう基本的なことだったり教えていくとは思うんですけど、まあ、いずれ、その、まあ、自分と同じように、こう、失敗した時は、つまずいた時は自分の経験をまあ伝えていくんですけれども、まあ、教えるのはこう、初めだけなんじゃないかなとは思ってるんですね。
そして、こう、いずれ、こう、時間が経つにつれて、まあ、自分の教えることはどん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 もなくなっていき、そして、逆に、この、たくさんのことを教わっていくことになるんだろうな、とは、すごく思っていて、まあ、今の塾生さんからも、本当にいろんなことを教えていただいている、ところで、本当に人のつながりとは、本当にありがたいと、とても感じますし、まあ、そうやって、日々、こう、学びながら仕事をさせてもらえるっていうのは、本当に、まあ、恵まれているというか、いい環境の中で仕事をさせていただいているな、っていうのは、すごく感じですね。もちろん、その会社の時も IT エンジニアとしていろんなことを学び、いろんなことを勉強するっていうことは日々の積み重ねだったんですけど、やはりどん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 こう時間が経つにつれて、まあ慣れもありますしね、なかなかこう融通が効かなくなっていくところもまああったりもしたりして、少し窮屈を感じてたところだったので、今こうやって、まあインターネットを使ってお金を稼いだり、まあ、そうやってそうしながら人とのまあ関係っていうのを育むことができたりして、本当にいい関係とかいい仕事を今させていただいてるなっていうのはすごく感じてるし、そしてこの講義ですね、今回の速稼塾志向の、まあ、特別講義では本当に、まあ、自分の中でこうなかなかこう言語化できなかったというか、まあ、もやもやしてた部分っていうのが少し講義の中に入っていたなと感じて、まあ、どこの部分っていうと、まあちょっと、ここだっていうのはうまくいけないんですけど、まあ今までこういろいろ書いてきた部分っていうのが、まあすごく勉強になったなと思いまして、まあこういうスライドを作ることができました。はい、ということで、それでは気になる男ですね。気になる男第18話、速稼塾志向特別講義を志向するというお話でしたね。これでちょっと長くなったんですが、終わりにしたいと思います。ここまでの放送は、覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。